はいどうも皆さんこんにちは、ピョキングです。それじゃあ今日はストーリーボードをする前に視聴者さんからねコース提供をしていただいた時に出した動画でのコメントで私のコースもやってくださいってコメントがあったんですよね。とてもありがたいなって思って、それじゃあぜひやっていきましょうっていうことでこの動画を収録しています。今回コースを提供してくれたレインさんありがとうございます。でちょっとネタバレになるかもしれないけど、これ見る限りめっちゃ可愛らしいコースなんだよね。謎解きって書いてるから、まあ謎解きなんだろうね。どんな感じで進むのか、頭を使いながら進んでいくコースっていう感じかな。とにかく頑張れって書いてたから、よしそれじゃあピオキング頑張ります。よしやっていこう。うわもう見事に引っかかるな俺、なんでだ。じゃあそのまま行ってみるか。ちょっと行けんのかな。なるほど、さっきで、ね、うそあそこに鍵があんだ。いやさっきスターのがここに落ちてきたからスターを取っていくかと思ったわ。よしこれで行けるぞ。どっちかなこれ。お、こっちでいいか。よし、それじゃあ行こうか。とりあえず第一の謎は解けた。これはまたなんか降ってくんのかな。何も降ってこないな。怖いな、このコース。ドキドキするね。いや、いいね、楽しい。お、おおえ、なんで俺こんなに引っかかんの。マジで制作者の思うツボだな、俺。これ右だったっけ。あ、右じゃない。待って待って待って、くそー、これもうダメなパターンのやつでしょこれ。まあいいや、一回これなんかね、スターの音がすんだよな。ちょっと行ってみよっか。で、スターが欲しいな。スター、スター、スターよ俺に。スター、あ、そこにあんだスター。待って待って、あははよし、パウでぶっ飛ばせ。オッケー、そして鍵を手に入れた。多分ね、鍵があると思ったんだよね。そしてドアに入って、これ上に行ってみる。土管に入ったら殺されちゃうもんな。よし、そしてこのまんまこっちに行って、うわ待って、危ねえ。よし、これはどうしようか。一旦この中に入ってみようか、何があるんだろう。よし、クリボーをしっかり倒そう。あ、この中入っても何もないな。鍵があるとかもなさそうだしね。うん、何もなかった。じゃあさっきの土管の中かな。さっきの土管の中に入ってみるか。この上にね、なんかあんだよね。これなんだろう。あ、こっちの土管も入ってみよっか。これは？これ絶対死ぬやつでしょこれ。絶対死ぬやつでしょこれ。あ、違う。おし、じゃあここに入ってみようか。いかにも怪しそうな扉があったけど、ここは違うね。それじゃあちょっと抜けて左に行ってみよう。この扉に入って、あら、ここも意味ないな。すげえ可愛いんだけど。みんな遠足かこれ、なんかの遠足かこれ。どうしよっかこれ、どうやってクリアしようかなこのコース。あ、上なんかあるな。上なんかあるけど関係なさそう。とりあえず P 押して、いや P 押したところでなんだよな。やっぱりさっきのこの右、あ、なんかあった。今なんか出たよねツタが。あそこ怪しくね。あー、ちょっと待っていろんなところに隠しブロックが隠されてんな。難しいぞこのコース。ツタがあったの登ってみよっか。ちょっとツタがあって、ここ鍵があるね。こっからジャンプしたら向こう側に行けると思うんだよね。オッケー、よし、あぶね、あ、あぶね。そしてこのツタを取って、鍵がねこの辺あったくね。あ、鍵ない。あら、よし見つけた。そしてこのまんま鍵を取ったまんま、さっきのツタに登ってみようか。で、ここの鍵何があるんだろう。超謎解きだなこのコース。あー、ゴール、ここがゴールだったのか。
やー、だいぶね、考えさせられたな、このコース。でもね、めっちゃ面白かった。まだね、コースの全部を見れてないけど、ぜひね、気になる方はやってみてください。それじゃあ、ストーリーモード続きやっていきましょう。いや、さっきのコース楽しかったな。やっぱね、マリオメーカー2っていろんなコースがあるって面白いよね、本当に。個性が出るっていうのかな。それぞれね、みんな面白いステージをね、くれるからとってもありがたいんだよね。よし、それじゃあ56番、守ってメットザライド、ライドアトラクションの登場だ。不安定な足場でコインを集めろ。 Y でメットの甲羅を掴んだら、L スティックを上に入れたまま Y を離す。その上投げでコインを集めまくってゴールできるかな。どういうこと？メットアトラクションで投げるってことは、亀の甲羅を上に投げてコインを集めろってことかな。多分ね、そんな感じと思うんだけど。よし、あら、メットかぶっちゃった。メットかぶっていいのかな。どういうことだろう。あ、待って、なるほど、こうやって、え、待って待って、これでいいの？これ持ってってことか。こんな感じで、あ、待って待って待って、まずいまずいまずい、これはまずい。あー、でも理解できた、理解できた、マジで。これ LINE で言うリだな、これ。リリっていう人おる？ LINE で。いや、待って、意外とね、見てる人たちって LINE してない人多いからな。あ、やばい、これはまずい。上、よし、 OK で、もう一丁、よし、で、このまま上、あ、嘘、あー、亀殺しちゃったよ。結構難しいな、これ。で、このまま上、 OK。 あ、待って待って待って、マジかよ。で、上、 OK で、もう一回持って、で、このまま上、 OK、 よし。あ、待って、俺俺、よし、で、もう一丁、よし、 OK、 このまんまで、上上、 OK、 これクリア条件達成したな、よかった。おし、あ、あ、待って待って、あ、あ、あの丸太に乗れさえすればゴールだったんだろうけど。やばい、これ6機使うんじゃね。6機、何機何機までいい、これ。残り5機か。まあ、多分これで大丈夫でしょう。で、頭に当てて、で、ここも上、 OK で、ジャンプで、この銃とかはね、しっかり取っておかないと後々苦しくなるもんな。よし、で、この銃もいる。ここは、ここパラダイスだな、ここパラダイス、ここマジパラダイス、 OK で、ここの取る、うん、よし、あ、待って、またまたかよ。おー、危な、よし、よかったー、クリアできたわ。あの P どうやって取んの。あ、そっか、メットかぶってたら取れるっぽいな。それじゃあ一番上を目指していきましょう。この辺か、あ、全然違う。よし、それじゃあ749か。で、これで290手に入れたから、ちょっと何が建てれるんだ今。本館の屋根がもうちょっとでできるのか。作れるものがありますよ、なんか作ろうか。じゃあ東館の屋根作ろう。 OK、 ちょうどお金手に入れたな、全部なくなっちゃったよ。39円しか持ってないマリオ。さあ、お願いの方どんどん叶えましょう。39円って、主人公の39円はやばい。で、次、あ、さっき難しさ3もあったんだ、そりゃ難しいわけだ。それじゃあ57番、深海の100コイン、ちょっとばかり私の道楽に付き合ってもらえるかしら。簡単なことよ、コインを100枚取ってゴールするだけ。ただ、ぷくぷくやゲッソー、他にもいろんな罠を置いといたけど。なんでそんなことすんの。取ってきてほしいって言って、別に罠置かなくていいやん、気まぐれな金持ちさんよ。とりあえず100円ね、あ、100円じゃねえ、100コインね。アイテムがもらえるっぽいな、これ。よし、あ、フラワーもらえるんだ。こんなんくれるんならもう楽勝じゃん、もう。
もう優雅に泳いでみせるよ。こんな結構しかもフラワー出てるな。さっきもあったしこっちもあったしみたいな。でこのまんま下のコインも取っておこう。で上、そして下だな。で今度上、これ100枚きっちり100枚なのかな。これ100枚以上余分にないのかな。でこっち下怪しいな。なんかあ、下は月層を倒していかないと当たるわけだ。それじゃあ先にファイアボール入れようか。ファイアボール入れて、よし OK。 そして次は右だ。右に行きましょう。月層でかいなこれ。でかいけど一発で死ぬ月層、弱い月層。これなんか余分にないかもしれないな。うお、マジかよ。え、強くねこの月層。ちょっと待って、ちょっと待って、強すぎ強すぎ。そんなことすんの。それじゃあ食らえファイヤーボールを。そんな頭の尖ったもので来られたらマリオ死んじゃうよ。残り21枚か。これで残り15枚、これで残り12枚。これ100枚きっちりっぽいな。なんかマリオよく息できるよね。オッケー。でこれでてっぺん取ろう。オッケー。110枚、プラス110枚か。めっちゃ口ブクブクなってるめっちゃ口に空気含んでんじゃんマリオ。初めて見た。どんな肺活量してんのマリオ、教えてくれ。俺もその肺活量送れ。よし、それじゃあ58番、急いで登れ竜巻洞窟。俺がかつて行った場所の一つを作ってみたぞ。そこはただただ深く、目の前には竜巻のみ。竜巻に入って体が沈んだ時に B で生きて帰れるか。竜巻って俺の苦手な、もしかして何、トルネード、トルネードみたいなやつかな。急いで登れ竜巻洞窟。楽しみなんだけど、やっぱこいつか。俺こいつ苦手なんだよな。よし、そのまま上に上がっていきましょう。あ、コイン取るの忘れた。よし、で右、10コインは欲しいな。これ10コイン取れるか。あー取れねえ。上から取るのかなこれ。あーダメか、難しいなこれ。よし、でこのまんま上がろう。もうあの10コインは捨てよう。でキノコでジャンプ OK。 でこのまんまパックンが出るから危ね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 。ちょっと待って。よし、あ死ぬ死ぬ死ぬ、危な、やばい。キノコ欲しいな。よし、中間ポイントゲット。オッケー。キノコがないでもよかったわ。でここ針があるからちょっと竜巻を避けていこう。よし、で上に上がる。これキノコっぽいね。でこのまま行こうか。ボム兵を、あ、ボム兵を竜巻の中に入れて壊すみたいな感じね。オッケー。そしてこっから行ける。ジャンプ、いいね。待って、めっちゃ殺されてんだけど、めっちゃ殺されてんだけど、このドッスン、ドッスンに。え、このドッスンどうすればいいのこれ。あ、全員殺してもらうのか。なるほど。よし、やれドッスン、やるんだ。よし、でもういいでしょ。危ない。よし、まあいいや、これでゴールっぽいからもういいや。オッケー。よし、回るんだ竜巻を。俺にてっぺんを取らして。よっしゃー、よし、屋根が完成したね。これで本館の、これでなんかできんのかな。これ以上ちょっと見てみよっか。なんもないね、建築物できるやつ。あの東館の屋根が完成したらなんかあるかな。超絶砲台乗り放題、面白い名前が。イエーイ、飛行船のコースを作ってみたよ。うん、私もこんな飛行船が欲しい。この手紙を受け取ったあんた、ゴールできるか試してみて。了解、マリオ行きます。超絶砲台乗り放題行きます。美少女な研究者。
自分で美少女って言うか。よし、超絶放題乗り放題だからこの放題に乗りまくれってことかな。別に乗らなくても良さそうだぞこれ。まあ乗り放題っていうぐらいだから乗っても乗らなくてもいいみたいな、そんな感じこれ。よし、クリボーが放題乗って歩いてる。かわいい、めっちゃかわいいこれ。お、めっちゃ速いんだけどこれ。え、めっちゃかわいいんだけどこれ。面白いな。お、早いチュロップ早い。これ下行けたの？これ下行けたっぽいね。まあいっか、もう下行けばよかった。うわ早い、チョロップは早い。これ面白いな。これ俺こういうの好きやわ。よし、チョロップ右に行くんだ。チョロップそして落ちるんだ。チョロップそして俺は新しい速いチョロップに乗ろう。放題乗り放題ってこういうことか。なんとなく理解できたぞ。中間ポイントゲット。そして次は何もないね。あ、この放題を乗りながら行くみたいな、そんな感じで。よし、これ上行きたいけど行けないでしょう。きっと行けないな、さすがに行けない。これ30コイン取っておこうか。よし、 OK。 そしてこれは放題に乗って OK。 いいね、早いなこれ。一番右に行こう。あの5コイン6コイン 取ればよかった。でここでゴールっぽいな。あー、ゴールできると思ったんだけどスクロールがまだ右に行ってなかったわ。プラス277コインで、次で東館の屋根が完成と。それじゃあこれで最後のお願いにしていきましょう。ちょうど霧もいいしね、60番でふわふわジャンプで雲の上。この辺りはPパックに守らせてと。うん、完璧。ちゃんとゴールできるか試したいけど時間がないや。竜巻内で B で高くジャンプできるから誰か代わりにゴールして。また竜巻かよ。うっさー、俺結構苦手なん来んな今日。それじゃあ、なるほど、これで大ジャンプか。この竜巻に乗って大ジャンプできるってことね。めっちゃ飛ぶねこれ。これ回転ジャンプで行ったら安心だな。これ下にパックンがいても。お、これはぜひ取っておこう。で倒しまくれ。オッケー。あ、待って、まあいいや、もうあの10コインはいい。もうで中間ポイント取って、で回転ジャンプ OK。 でそして上行って、これは取れるか。あぶねえ、ブラックパックに当たるとこだったわ。よし、このまんま上に行こう。待ってわあ、これ難しいな。よし、間を行け。いいね。でこのまま右にゴー。で倒しまくろう。でこのまんまコインの通りなぞっていこうか。うそー、あ、これ取れるんだ。この10コインはぜひ取っておきたい。よし、そしてゴールか。ここでてっぺんでゴール。ナイスタイミング。はい、これでね東館の屋根は完成するんだけど、これで全部じゃないよね。まだ 90% しかないもんね。これでね、なんか新しく建築できるものが増えると思うんだけど。え、なんこれ、右のキノピオがびっくりマークついてて音楽も変わってるしね。ちょっと気になるところだけど、今日のストーリーモードはこれで終わりたいと思います。それじゃあまたね。